はい、どうも、こんにちは。またお昼を作っていきたいなと思います。今日ね、ちょっとね、朝っていうか午前中か。午前中整体行ってきたんですよ。整体マッサージ。まあ、針打ってるんですよ。腰にね。それでちょっと、腰痛をね、腰痛っていうのかな、やっぱり、ずっとパソコンばっかやってるんで、腰に来るんで、それをやってるんですよ。で、その後昼飲みしてきて。なので、あんまり腹減ってないんですけど、締めみたいな感じでいこうかなと思うんですけど、これですね。松屋の鶏野菜味噌ラーメンってやつを。松屋のね、鶏野菜味噌って、割とこの有名な鍋なんかに入れたりすると美味しい味噌なんですけど、まあそれをラーメンになったってやつなんですね。なのでそれをちょっと行ってみたいと思うんで、見てってください。こんな感じです。どうぞ。じゃあまた戻ってきたんで、お昼作っていきます。今日はね、ボスコイ最終回なんですよね。これ作りますよ。鶏野菜味噌か。ありますね、松屋の鶏野菜味噌って昔からね、ちょっと美味しいやつあるんですよね。それのラーメンバージョンですね。これをお昼で食べていこうかなと思ってます。ウェイパーも少し入れときます。で、またこの藤原製麺さんのこういう麺なんで美味しいやつなんですよ。これを入れますね。そしてですね、これをね、またね、これはね、時間かかるんで、このまま煮て放置してます、いたします。はい、じゃあ、ちょっと煮込まれてきたので、鶏野菜味噌の味噌をね、入れていきますよ。昼飲みしてきたからね、全然腹減っ、そんなにね、まあ、そこまで腹減ってるってわけじゃないので、ちょっとラーメンだけで締める感じですよね。なるほど、こんな感じなんですね。美味しそうですね。うん。まあ、鶏野菜味噌ってね、鍋でね、鍋に入れたりとかするとめちゃくちゃうまいやつなんで、絶対美味しいと思うんですけど、こんな感じです。できました。じゃあこれを盛り付けていこうかなと思います。はい、どうも。これね、佐藤だけの大きな達成感満足感、ルロケンオールキャストバナー完成っていうのがあるんですよ。今日朝っぱらからずっとね、たけるくんのこの話題があったんですよね。俳優の佐藤健が主演を務める映画、るろうに剣心シリーズのオールキャストが集結した10周年メモリアルバナー16が、今日解禁になったと。で、本作、その、るろうに剣心ね、その第1作が撮影されて開始された2011年から10年となることを記念して、るろうに剣心シリーズ10周年のプロジェクトが始動と。で、その第一弾として公開されたバナーにはオリジナル、神谷道場メンバーをはじめ、吉川浩司、香川照之、綾野剛、ほか、藤原竜也、神木隆之介、福山雅治らが集結と。さらに、最終章のキャストである新田真剣佑、有村架純、高橋一生も立ち並び、ものすごい豪華ですね、これはね。総勢22人が一挙に会する、圧巻のビジュアルと。完成した作品を見た、佐藤健は大きな達成感、満足感がある。ただ本当の区切りは無事にこの作品が公開されて皆さんの元に届くまでだと思うので、それまで緊張感を緩めずに走り抜きたい。もちろん終わってしまう寂しさもありますが、その寂しささえも皆さんと共有できたら嬉しいと意気込むと。このルロケン同シリーズには、続編をもっと見たいと思ってくれる方がいたら、ここまで続けられた、続編をもっと見たいと思ってくれる方がいたから、ここまで続けてこられたと。皆さんに感謝したい、期待に応えられるようにやったので、その思いが届いたら嬉しいとファンにメッセージを送ったと。また、80枚の本バナーに、佐藤健が直筆でサイン、このバナーを劇場に届けるプロジェクトも実施されると。さらに、激闘の日々を追い続けたアクションドキュメンタリー、ロードトゥー剣心。が、佐藤健32歳の誕生日となる3月21日から、公式 YouTube チャンネルで全10回配信されることも決まったと。ということですね。なんか、だから、これからもう、あれです、あと1ヶ月か、るろうに剣心の公開。もう本当にるろうに剣心に、佐藤健くんはね、モードに入ってきてる感じでしょうね。宣伝のね。今日は、竹もねっていうくくりで竹もねっていうくくりでね、考えるのであれば、今日でボスコンが終わりなわけですよ。そうなると、
まあボス恋の今までね、本当に僕も一生懸命こう見てて、それに関してのネタも多かったんですけど、こっから多分ね、このタケル君のルロケンになるんだろうなと思ってるんです。1、2ヶ月間ぐらいは。ルロニケンシンのネタもネット上でも多くなるだろうし、それに準じて僕の気持ちも高まってくんだろうし、もちろん皆さんもでしょうね。皆さんの方がそうだろうな。皆さんのモードが、スイッチがこっちに切り替わるんだと思うんですよ。タケモネファンであったらね。今度は今までモネちゃんだったのが、タケル君のこの、ルローニケイシンに、もうそろそろ、よし、後悔だなっていう気持ちに切り替わっていくんだと思うので、僕も集中してそっちの方をやっていくんだろうななんてちょっと思ってる次第です。なのでね、ボス会が終わったらボス恋のね、聖地なんて言ったりしたんですけど、今度はルロケンを集中して、僕、ルロケンはね、その三部作もこれから見ようと思ってる最中なんで、それに対してどんどん僕はハマっていくんだと思うんですよ。そしたらそのハマってったら、ルローニケンシンの聖地とかね、もう多分行くことになるんじゃないかななんて、この1ヶ月、2ヶ月ライトでね、思ってるんですよ。だからそれはそれで、ぜひ皆さんも楽しんでいただけたらなって、まあ僕がね、それが楽しみになってくるはずなので、僕が楽しみながら皆さんも楽しんでいっていただけたらなと思うので、ぜひとも今日は、ただ今日はね、今日は佐藤健君の誕生日を、そのイベントをがっつり見て、そしてモネちゃんのボス恋の最終回をしっかり見てっていうところは集中します。で、その後はもう気持ちをすっかり切り替えて、健君のこのルロケンをちょっと応援するモードに行ってみようかななんて思ってるので、ぜひとも皆さんもそういうマインドで行きませんか？ということですね。ではでは。